こんにちは。アワーライフジャパン&チャイナのチンムーと申します。今日はフーピングワンちゃんというモールに来ていて、先ほど少し早めの夕食を終えたところ、これから地下まで行って大型スーパーで買い物をしてから帰る。家の小麦粉がもうなくなっちゃったからね。店舗に入ったすぐそこに早速お買い得品の小麦粉が置いてあった。10キロで 41.9 元だから800円ちょっとかな。いいよ。我が家では小麦粉があるだけである程度安心感がある。小麦粉さえあれば麺もパンもマントーも水餃子も作れる。なくてはならないもの。モーサンファンからカメラなんか持って突っ立ってないで助けてやれよって言われそう。私はカメラを首にかけて撮影しつつスマホで仕事のやり取りをしていたのであしからず。ウルトラマン。この年にもなってまだウルトラマンに興味あるの？まあいいけど。ところでママはどこ行っちゃったかな。まあこれぐらいだったら持てるけどね。小麦粉一つ持って、これ一つ持って帰り。まあ油まだもう少しあるけど、そろそろないよな。買っちゃえば。いいよ、持てるよ。就是。花生油。一直吃那个什么油坏的。不要还是不要的。最近ずっとナタデ油を使っていたから、今回はピーナッツオイルを買うことに。今日は車ではなく公共バスでここまで来たから、あまり重たいものはいっぱい持てない。すでに10キロの小麦粉があるから、それを僕が持つとして息子が5キロの油を持てばいいね。どうしたんだろう。今日何曜日？金曜日。土日も同じでしょ。そうなのかな。疫情期間谁先能得知？疫情だって大しもう今こっちは。もうみんな慣れちゃったよね。コロナの出なくていい。家にいて出なくて、そう買い物ネットで簡単に済ませる。ここにもウルトラマン。どうしてなんか今日ウルトラマンいるのところが多いぞ。ウルトラマンゼロ。息子が小さい頃は僕が日本に帰るたびにウルトラマンや怪獣を買い込んだものだ。なんか小さいじゃないこれ。小さいね。お、しゃぶしゃぶ用鍋。これに日本のお客さん好きだね。いいや。まあでもそれ昔の話でしょ。ね、今はどうなの？それにしても人気がなさすぎる店内。
今は週末金曜日の夕方5時を回ったところ。大連地区はコロナが落ち着いていて、週に2回行われていた PCR 検査もなくなっている。本当ならもう少し人手があってもいいものだ。ローカルスーパーならまだしも、ここはモール内の大型量販店。みんなどこへ行っちゃったんだろう。ただでさえ便利なネット購入が浸透しつつあった中、コロナ禍で拍車がかかった。みんなは何でもかんでもネット購入で済ませるようになっている。実際のところネットで購入した方が安いものがどんどん増えてきている。店舗費用、物流費、人件費、在庫負担などがのしかかってくる実店舗型商売。ネット購入するものは信用できないという時代は過ぎ去りつつある。時代は変わりゆく。買い物とは、外に出て買いに行くことではなく、家にいながらしてすること。そんな時代がもうすぐそこまで来ているのかもしれない。昔は品物が置いてある場所があって、その中を歩き回って買うものを選んでたのよ。孫にそんな昔話を話聞かせてあげるのかも。これ茶子。いろいろなことがその時代その時代で変わっていくのは必然的なことだ。人への伝え方が手紙から電報や電話に変わり、ポケットベルや携帯電話、そして LINE に変化したり、情報の入手が新聞からラジオ、テレビとなり、今や YouTube で全世界の情報が即座に見れたり、これからも想像できない未来が私たちを待ち受けているのかもしれない。以前はどこのレジも人が並んでいてストレスさえ感じたけど、今じゃ空いてるレジは1台。もちろんセルフレジができたこともあるだろうけど、それにしてもって感じだね。皆さんは子どもの頃に未来予想をしたことがありますか？移動手段がどこでもドアでなされる日が来たら、
この道もガランとするのかな。少子化が進み、人口が減っていく未来、そして買い物に出ることがなくなる世界。もしかしたらコロナ前までに見ていた光景が、人類が一番賑やかに街を行き来していた世界なのかもしれない。